皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。2024年もいよいよゴールデンウィーク。今年は全国の観光地で多くの人出が予想されているが、人混みを避け、自宅でゆっくりと過ごしたい人もいるのではお出かけ派の人も自宅派の人も、はたまた連休もお仕事を頑張っているあなたにも読んでほしい。2024年1コンマ4月に配信された本サイトの人気記事をプレイバック。 今回は嵐・松本潤の事件後、十数年にわたって注目されてきた大物カップルが完全破局していたようだ俳優の井上真央37が1月2日放送の「さんまのまんま39年目も上り調子 SP」フジテレビ系にゲスト出演 MC の明石家さんま68にプライベートを赤裸々に告白した さんまの「結婚しないの?」という質問に、井上は「していません」と即答で否定。ネットでは何回も結婚しかけてるんですけど、よく出るんですよと、自身の結婚説にも言及した。ブログや SNS をやっていない井上、否定をしないと肯定と思われちゃう。よく「おめでとう」とか言われるんですけど、 本当に何もないんですとネット上での結婚説を完全に否定した。さらに、隠している方が楽しいじゃないですかと話しつつも、テレビで結婚していないことをカミングアウトできたことに、すっきりしましたと笑顔を見せていた。井上には、嵐・松本潤、40との交際と結婚説が長年にわたって取り沙汰されてきた。2人は2005年放送のドラマ、 花より団子 TBSK で共演後、真剣交際へと発展したと報じられ、以降はその熱愛がスポーツ紙や週刊誌をにぎわせてきたものの、決定的なツーショットなどは撮られてこなかった。芸能プロ関係者が話す、交際が取り沙汰されたのは十数年前で、以降は詳しい続報がありません。それでも、つい最近まで業界関係者には、まだ続いている。 という人が複数いたこともあり、電撃結婚の可能性も言われ続けていたんです。ただ今回、井上さんがテレビ番組で正式に結婚はないと否定。彼女にしてみれば、これをもって松本さんとの結婚や、まだ交際しているといった報道はやめてくださいね、という宣言でもあったはずです。過去に交際していたのは間違いないのでしょうが、それが完全に破局したと。 このタイミングで堂々と言ったというのは、完璧に別れたことの裏返しでもあるでしょうからね。かつての交際相手となった松本は、主演を務めた NHK 大河ドラマ、どうする家康の最終回を迎えたばかりだ。芸能プロ関係者は続ける、井上さんとどのタイミングで別れたかは明らかになっていませんが、現在の松本さんにパートナーはいないようですよ。完全に、 フリーということでしょう。全道嵐のメンバーでは二宮和也、40、桜井翔、42、相葉雅紀、41が結婚しており、独身は松本と大野聡、43の2人のみとなった。前出の芸能プロ関係者は話す。松本さんにとって、井上さんの存在はすごく大きかったようです。出役としてだけではなく、 嵐や旧ジャニーズのコンサートの演出を手掛け俳優としては大河ドラマでは主演を全うしたそんな多忙でプレッシャーが多い松本さんをずっと支えていたのが井上さんの特製スープのレシピだったといいます実は井上さんが書いた愛犬のイラスト付きの自筆のスープレシピを松本さんは自宅の冷蔵庫に貼っていたそうなんです芸能人の生活は不規則になりがちで 楽屋弁当ばかりで体調を崩してしまうという人もいるそういった時にスープだけ自作して現場に持参し体調管理をしているという俳優も少なくない松本さんは交際時に井上さんが書いてくれたレシピをずっと大切にしていたと言います破局した現在もあるのかは分かりませんが松本さんは井上さんが書いてくれたレシピを使って特製スープを作っていたんでしょうね 2020年、松本さんは嵐のインスタのストーリーにお手製スープを公開したことがありました。卵と春雨の中華風スープ、トマトのあっさりスープ、塩麹のスープがそれですが、いずれも簡単で極めて家庭的。ヘルシーで野菜も摂れるものですよね。料理本を見て作った感じのものではなく、誰かから教わったものな気がします。 やはり、愛情がこもった特製スープレシピが、嵐と大河ドラマで忙しいスケジュールをこなしていた松本さんをサポートしていたのは、間違いないのでしょうね、全道。井上との完全破局が明らかとなり、フリーの身にあるとされる松本。どうする家康を走り抜けた殿だが、今、私生活では冬の寒さが身に染みているのかもしれない。2024年1月7日公開。 3月12日の朝の情報番組、ZIP。日本テレビ系で、7人組ダンスボーカルグループ、B、ファーストの初となる東京ドーム公演、メインストリームマスタープラン、3月23日に密着した模様が放送された。そこに登場した舞台の仕掛けに、多くの視聴者が嵐の松本潤、40を思い浮かべていて。ZIP では、B、 ファーストの東京ドームでのライブには存在して幕張メッセのリハーサルにはなかった大きな装置として客席の上を移動する透明な可動式ステージムービングステージが紹介されましたムービングステージはスタンド席の観客も近くでアーティストの姿を見ることができるため今や多くのアーティストがライブで使用していますその考案者と言われているのが 松本さんなんなですよね女性誌ライタームービングステージは松本が2005年に開催された嵐のコンサートワンサマーツアーに導入したのが日本初だといわれているそして他のアーティストたちも利用できるようあえて特許は取らなかったとも言われているのだそのためジップデビーファーストのライブでもムービングステージを使っていたことが紹介された際は 同ワードが X、旧ツイッター、トレンド入り。ムビステを見るとこれ、うちの松本潤が発案したんです。けど、特許取らず誰でも使用家にしてあげてるんです。素敵な人でしょ、松本潤って、って大声で言いたくなる。ZIP でビーファの初ドームのムービングステージを紹介してた。透けてるとか移動するとか、松本潤の顔しか思い浮かばない。 といったた声が多く寄せられたのだ。過去には b ズもムービングステージを使ったライブをしたことがあります松本さんはその演出を独占せず誰でも使えるようにしたとされていますが今や旧ジャニーズのグループに限らず当たり前のようにムービングステージは日本のエンタメ界に浸透松本さんはライブの演出家として評価が高いですがやはりすごい功績を残していると言えますよね 松本さんは、新事務所スタートエンターテインメントの初イベントでも、総合演出を担当すると言われています。そのことが正式発表される前から演出期待、純松本なんかな。演出は松本先生であってほしい、など、X では期待の声が多く寄せられていますね、前出の女性誌ライター。4月から本格指導するスタート社は、4月10日に東京ドーム、 5月29、30日に京セラドーム大阪で所属アーティストが一堂に会するライブイベント、We Are、Let'sGetThePartyStart を開催する12組、ニュースは大阪公演のみ出演が出演するお披露目ライブだが、この演出を松本が担当するといわれているのだ。松本さんには2021年12月に事務所一丸となって開催したジャニフェス。 の総合演出を担当して成功させた実績もある。スタート者の初ライブを任されるのも納得ですよね、全道ジェニフェスで松本は無線制御型ペンライトで客席全体の彩りをコントロールしたり、全グループが均等に盛り上がれるセットリストを構築。その際も高い評価を得ていた。それだけに、4月、5月のドームライブ、We Are。 での演出ににも非常に期待が高まりまりすね松本さんは今年に入ってからタレント活動よりも演出の仕事に力を入れるのではと思わせる発言もあったドームライブに向けて斬新な演出を考えているかもしれませんね全道松本は3月10日放送の「成り行き街道旅」フジテレビ系に出演主演を務めた NHK 大河ドラマ 「どうする家康」が昨年12月17日に最終回を迎えてから初の地上波出演だった。しかし、まだ3月でありながら松本は多分これで今年、テレビは終わりですと冗談交じりに話していたのだ。そんな松本は家康の役作りで10キロ太った体重が戻りきっておらず、どう番組でもそのことに言及。夜な夜なラーメンなどを食べて太ったといい、 僕も40歳なのでなかなか落ちない。10キロ増やしたのは自分の中で過去最大、と語っていた。久しぶりに松本を見た視聴者からも、松潤、めっちゃ太ったね。顔と首の色が違いすぎる。太ったと思って心配したら役作りだった。過去最高らしい。太るために夜中のラーメン食べたとか。夜中のラーメンは絶対やらないとここで宣言します。 松本潤さん、いうかとの、役作りで10キロも太ったのね、戻すの大変よね、ことし地上派のお仕事はこれで終わりって、え、きっとこれから予定たくさん入れられるのでは。といった声も多く上がっていた。松本さんは、後輩グループにライブ演出のいろはを教える、松本塾の話もたびたび言われるし、体重を戻さないといけないというのもあって。 しばらく俳優業よりも演出の仕事に力を入れていくのかもしれませんね。その分、ドームライブ、We Are ーー。ではあっと驚く演出が期待できそう。ファンも松潤の新たな仕掛けを心待ちにしているのではないでしょうか。ワイドショー関係者。演出家、松潤の頭の中は今、ドームライブのことでいっぱいなのかも。夜中にラーメンを食べるなど、自分の中で過去最大。 の10キロ増量した松本。40歳なので、なかなか落ちないと苦労も語っていた。え、ごめん松潤、太ったよね大川見てなかったからふっくらしたと思ったら役作りで10キロくらい太った。しかも筋肉で太るんじゃなくて普通に肉がつくように。って話しててほんとストイックだなぁと思った。大河の時の松潤、最初痩せてたのに、途中から丸くなったなぁこんなんだったっけ。 てみながら思ってたけどやっぱり太ってたのかといった声が多く寄せられているどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう